日本中部地方静岡県静岡市清水区清水区は、静岡市を構成する3つの行政区のうちの1つ。2005年4月1日の政令指定都市移行と同時に発足。当初は、旧清水市のほぼ全域を区域とし、その後2006年3月31日には、旧貫原町域が、2008年11月1日には、旧由井町域が、区の一部となった。 中心となる清水は、駿河湾を折戸湾に望む天然の良港、清水港を中心に古くから海運の中継地や水軍の基地として発展した港町で、近代以降は茶の輸出が始まり、国際的な貿易港となった。その後特定重要港湾の指定を受け、清水港臨海地区には多くの企業や工場が立地し、高度経済成長期に産業都市として大きく成長した。 また、江尻、り、津、きつ、ゆい、はそれぞれ旧東海道の宿場町として栄えた歴史を持つ。漫画家桜桃子原作の漫画、ちびまるコちゃんの舞台として、また J リーグ所属のサッカークラブである、清水エスパルスのホームタウンとしても知られる。旧清水市の区域は、全国で唯一、特例市、中核市、政令指定都市の順に、すべての指定を受けたことがある区域である。 清水港周辺の空中写真。1983年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると、清水区の面積は265.09平方キロメートルである。 国土地理院によると、清水区の東西南北それぞれの橋は、以下の位置。東端は、富士川川口右岸富士川滑走場付近、西端は、新富士山の南約 1.3km、南端は、蛇塚の滝ヶ原川水系、滝ヶ原川川口左岸、北端は、青笹山の北北東約 0.86km で、ある。また、2010年国勢調査結果に基づく、 人口重心は辻3丁目4付近にある。清水区誕生以前に関しては、清水市を参照のこと。清水区は、田子の浦の否定地であり、山部赤人を祭人とする若宮神社が所在する IAI スタジアム日本平繊員教育機関、消防理員教育、訓練機関認定子ども園保育所。ありがとうございます。